song against the mold. Without a doubt, strangled out the only way I know. Cause I wanna be the minority. I don't need your authority. Now at the moral majority. Cause I wanna be the minority. 4年生の皆さん、卒業おめでとうございます。4年生にはたくさん感謝しています。まず友野さんと、友野さんは新刊の時にメディアの前で声かけてくれて、友野さんがいなかったらスパイラルを知ることもなかったし、入ることもなかったと思います。本当にありがとうございます。次に K さんと、 K さんは自分が D になろうと思ったのは K さんのプレーを見てなので、 K さんをとても憧れています。 K さんみたいになれるように頑張りたいと思います。次に前田さん、前田さんはたくさんゴール決めててすごいかっこいいなって思ってます。自分はまだ街とかでゴール決めたことないので、前田さんみたいにいっぱい点取れるように頑張りたいと思います。次に三河さん、三河さんには慣れない自分の D のプレーのせいで結構迷惑かけたと思います。すいません。でもこれからもっと上手くなって頑張っていきます。最後にマリアさん、マリアさんは一番印象に残ってんのは一番最初の飲み会で隣で結構暴れてて、でもそういうのもスパイラル感があってすごいいいなって最初の頃は思いました。最近見れなくなってちょっと残念です。次にルナさん、ルナさんがいなくなってしまうのは結構寂しいんですけど、また帰ってきたらスパイラルに遊びに来てください。飲み会も行きましょう。最後に三田さん、三田さんのおかげでこの1年間楽しくホッケーできたし、いろいろ上手くなることができました。本当にありがとうございます。これからももっと三田さんに教わりたいことがあるので、ぜひスパイラルにビジターに来ていろいろ教えてください。お願いします。年生ルナさん、三田さん含め7人がいてくれたおかげでこの1年間楽しくホッケーできました。ありがとうございます。またスパイラルで飲みに行きましょう。以上です。4年生の皆さん、ご引退おめでとうございます。あとルナさんと三田さんもご引退おめでとうございます。まずマリアさん、最初ちょっと怖かったんですけど、まあ、やっぱり4年生らしくなんかチームのこといろいろ考えててかっこいいなと思います。で、前田さん。前田さんも結構怒られてて、ちょっと怖かったんですけど、まあ、でもやっぱり、フォワードとして、点を取って帰ってくる姿はすごいかっこよかったし、尊敬してます。K さん。K さん、家泊めてくれてありがとうございます。ね、K さん、ツンツンしてるけど、すごい優しい先輩で、大好きです。ございます。三河さん、三河さんなんか普段結構独特な雰囲気があって話してて面白いんですけど、なんか結構合理になるとすごいかっこよくてかっこよくて、うん、止めてるところはすごいかっこよかったです。友野さん、友野さんはそうですね最初寝転がってる姿はすごいやべえやつだなと思ったんですけど、やっぱキャプテンとしてなんか引っ張ってて、やっぱすごい人だなと思います。次ルナさん、ルナさんは、まあ、カナダ行っちゃうけど、うん、帰ってきても遊びましょう1年間ありがとうございました。三田さん、三田さんはそうですね、コーチ僕、まあいい意味ですごい年離れてるんですけど、なんか友達みたいな感じですごい絡みやすかったし、うん、話しててすごい楽しかったです。また遊びに来てください。ご引退おめでとう、おめでとうございました。4年生の皆さんお疲れ様でした。約1年間ありがとうございました。あと三田さんとルナさんも1年間ありがとうございました。合理だったんであんまりそんな教えてもらうとかっていうのが少なかったんですけど、こう話しに来てくれたり
シュートを普通に打ちに来てくれたり、三河さんはいろいろ相談に乗ってくれたりしたのですごく助かりました。これからも頑張ってください。の皆さん、ルナさん、そして三河さん、ご引退おめでとうございます。自分がスパイラルに入ったのは結構アイスホッケーではなくて、そのスパイラルの雰囲気とかそういうところに憧れたのが結構あって、ですごいその中心にいた皆さんがすごく引退されるのですごく寂しい気持ちもありますし、この1年間すごく楽しかったので非常に感謝の気持ちもすごいあります。もうちょっとアイスホッケー一緒にやりたかったなっていう気持ちもあって、なのでまたぜひ練習に来てください。あとまた一緒に飲みましょう。お疲れ様でした。以上です。4年生引退おめでとうございます。友野さん、彼女羨ましいです。圭さん、またチェックしに来てください。舞拓さん、マリアさん、また飲み行きましょう。三河さん、ほんま大きに三田さん、また一緒にバカやりましょう。ルナさん、帰ってまた遊びに来てください。引退おめでとうございます。4年生の皆さん、三田さんご卒業おめでとうございます。伊沢まりさん、飲み会の基本を教わりました。これからも実践していきます。前田さん、プレイがかっこよくて今でも憧れる存在です。K さん、鉄壁のディフェンスいつもかっこよかったです。友野さん、新刊の時からずっとお世話になりました。見守ってくださいましてありがとうございます。三河さん、一緒に行った早慶戦すごい楽しかったです。軽装戦です、ありがとうございます。三田さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。三田さんのおかげで今スケーティングがすごく速くなりました。本当に感謝してます。ありがとうございます。わっしょーい。さあ、ということで4年生の友野さん、前田さん、圭さん、美香さん、そしてコーチの伊田さん、そしてマネージャーの伊沢さん、皆さん、短い間でしたがお世話になりました。これから自分の道へ進まれると思いますが、ぜひ全力で頑張ってください。またスパイラルに遊びに来てください。またホッケーしましょう。その時までには僕も、上手くなれるよう頑張りたいです。かかってこい。はい、4年生の皆さん、三田さん、あと瑠奈さん、スパイラル引退おめでとうございます。4年間とちょっとお疲れ様でした。いつも4年生には4年者に乗っけてもらってたので、すごい個人的には親密な感じだったと思います。お世話になりました。瑠奈さんは、マネで年も実は一緒で、タメ口とか使ってたけど普通に好きです。ご飯行きましょう。家近いし、帰ってきてからも遊んでください。で、最後三田さん、スパイラルにコーチに来てくれてありがとうございました。三田さんはコーチっぽくないコーチで、すごい楽しくいつも遊ばせてもらいました。辛いラーメン食べに行きましょう。以上です。4年生の皆さん、ご引退おめでとうございます。4年生の皆さんは、俺が1年生の時入った時から2年間本当に仲良くしていただいて、いっぱい遊んでいただいて、ホッケーも一緒にしてくれたし、いっぱい話してくれたし、思い出がいっぱいある先輩たちです。これから卒業するまでの時間と、卒業してからもいっぱい遊んでください。それから三田さんは、俺と同じ時期に入ってきて、最初なんか知らない人来たみたいな感じだったんですけど、本当に、チームのこと2年間よく考えてくれて、俺のこともすごい個人的にも見てもらって、いっぱい遊んでもらって、本当に大好きな5個上ぐらいのおじさんです。最後にルナ、トランと言っても頑張れ毎回いっぱい話してくれてめっちゃ良かったです。じゃあそんな感じで、4年生の皆さん、ルナさん、ミタさん、今までありがとうございました。
言いたいことはすごくいっぱいあるけど言い切れないんで、飲みに連れてってください。あと卒業引退しても練習とか来てください。飲み会も来てください。みんな大好き。終わり。どうも、1年間にも満たない短い期間でしたけど本当にありがとうございました。僕みたいな人間を途中から受け入れてくださってすごい嬉しかったです。スパイラルでの生活はすごい楽しくて、もうそれはひとえに皆さんのおかげだと思います。もう本当スパイラルの中心人物的な存在の人たちがいなくなっちゃうのはすごい悲しいです。ありがとうございました。はい、皆さん卒業おめでとうございます。特にまいたくさん、就活生さってくれてありがとうございました。卒業おめでとうございます。社会人生活頑張ってください。終わり。大人の4年生の皆さん、三田さん、スパイラル卒業おめでとうございます。ちょっとあんまり何も考えてないんですけども、ちょっと一つ、ありがとうの言葉みたいな言わせていただきます。渡る座に関しては、3年生の渡る座がマネージャーですごいとても方も思ってます。僕が渡る座に何かしたあげたことみたいなことはあんまりないと思うんですけども、海外に行っても、留学を頑張ってください。たまに一時帰国するみたいな機会があったら、たまにはスパイラルの方に顔を出してくれると、嬉しいです。伊佐さんは、やっぱ伊佐さんは僕のイメージだとちょっと飲み会のイメージがあって、ちょっと、お酒を吹き出す人がいなくなると思うと、ちょっとスパイラル感がなくなる気がしててちょっと悲しいです。たまには伊佐さんはまだ卒業来る機会もいっぱいあると思うので、たまにも来てくれると嬉しいです。Kさんは守備の要っていうところがあって、僕はフォワードだったんですけども、僕はちょっとバックス系とか全然できないところがあって、せいで結構敵に抜かされちゃうみたいなところがあったんですけど、やっぱ K さんが後ろにいてくれるとすごい安心感があってすごい頼もしかったです。前田さんは、僕とティンと前田さんでセットだったと思うんですけど、すごい三田さんにも攻撃的セットって言われてて、すごい僕はすごいあのセットが好きでした。なんか合ってる感じもしてて、すごいホッケーが楽しかった記憶があります。続いて三河さん。三河さん4年生なんですけども、ちょっと3年生に近いというか、すごい話しやすい感じがあって僕はすごい好きでした。また唯一残ってくれた4年生っていうところもあって、ちょっと復帰した時もすごいなんか安心感がある感じがしてて僕は好きでした。ありがとうございます。続いて友野さん。友野さんはホッケー以外のところでもすごいお世話になりました。僕がスパイラル入った時も、防具を買いに一緒に行ってくれたりとか、スケレン一緒に行ってくれたりとか、バイトに座っていただいたりとか、それで、答えられない部分も、多々あったと思うんですけども、ちょっと、すごい感謝しています。ありがとうございます。続いて、三田さん。コーチお疲れ様でした。最初孝太郎さんが三田さんのことを誘ったみたいで連れてくるみたいな話を聞いてたんですけども、ちょっとコーチっていう僕はちょっと堅苦しいイメージがあって、それでちょっとスパイラルが堅苦しいとかこうかっちりした雰囲気になっていくのかなとは思ってたんですけども、三田さんのようなこのスパイラルを盛り上げつつ指導もしてくれるという三田さんのコーチスタイルというか、すごい盛り上げてくれてすごい楽しかったです。ありがとうございました。4年生の皆さん、あとその他もろもろご引退おめでとうございます。家で一人で撮ってるんでちょっとテンション上がんないですけど、はい、一人一人のメッセージを、三田さんには本当に
まあ、僕の代になってからいろいろ悩ませちゃったりして申し訳なかったんですけど、三田さんとホッケやるのめっちゃ楽しかったです。まあ、またビジターに来て1対1やりましょう。はい。次はルナ。ルナは俺の代になってから、まあ、ほぼ毎日練習に参加しに来てくれてめっちゃ助かりました。まあカナダでも楽しんでやってください。はい。で、三川さん、三川さんは三川さんは専門用語ばっか使うとことかめっちゃ面白かったです。あとそのおっとりとした感じが良かったと思います。はい。次、伊佐さん。伊佐さんはなんか結構意外にも熱い気持ちとか持ってて僕と考えが似てるところはあったと思います。はい。でやっぱりお酒を吐いたり噛みついたり、まあ本当に玉ねぎですね。はい。次はKさん。Kさんはもうなんだろうな、もう本当一緒にディフェンスやってて本当楽しかったです。やっぱりKさんと一緒に D やってる時はめっちゃなんだろうな、心強かったし、Kさんが抜けてから本当大変です。はい。また一緒にディフェンスやりたいです。はい。次、前田さん。前田さんは本当になんかめっちゃ上手くて、なんかセンスが本当すごくて、まあビジター僕いっぱいなたくさん乗って4年生を抜かそうと頑張ってたんですけども全然届かなかったです。はい。今度教えてください。相手の抜き方教えてください。はい。じゃあ最後は友野さんですね。友野さんは本当に最初からめちゃめちゃ優しい人だと思ってたんですけど、まあ、僕がキャプテンになってからなんか改めて友野さんの偉大さを感じることができました。いや本当にすごいです。はい。尊敬してます。まあ、今後友野さんにはまたいろいろ相談に乗ってもらうことあると思うのでその時はお願いします。はい。じゃあ僕からは以上です。本当にありがとうございました。みんなこんにちは。お待ちかね稲見です。卒業おめでとうございます。一部卒業できない人もいるみたいですけども、とりあえずおめでとうございます。まあ、みんながスパイラル入ってきて、まあ、俺も楽しかったし、まあ、みんなも楽しくアイスホッケーができたと思います。これからは同じ OB、OG として一緒にスパイラルを盛り上げていきましょう。また飲みに行きましょう。以上です。みんな卒業おめでとう。じゃあまず社会人として輝かしい一歩を踏み出す三田さん、おめでとうございます。三田さんは、まあ、コーチを始めていただいて、三田さんがホッケー部にいた時のすごいストイックな考え方とか、まあ、今もストイックな考え方してると思うけど、それがすごいなって思ってて、かつそれをちゃんと欠陥してきたって、その行動力めっちゃすごいと思ってる。めっちゃすごいと思ってるよ、三田。で、まあそんな三田だからこうラッパーになってからも結果を残すんだろうなって思ってる。頑張れよ三田。まあ三田さんが僕らの最後の希望っていうか、やりたいことやって稼ぐと、それが唯一体現できる人間だと思うんで頑張ってください。頼む金稼いで俺にくれ。よし、次ルナ、おめでとう。ルナはねめっちゃ賢くて、で周りも見えてて、でかつ自分がやんなきゃいけないなとか、これ私やるべき仕事だなって思った時絶対やってくれる、すごい、まあ、責任感のあるめっちゃいい子だったと思ってる。ありがとう、いろいろ。でさあね、ルナはまあサークル人になっちゃったりとかさ、手にさあね、でマネージャーで来るのも辛い時とか多分あったと思うけど、ちゃんとやってくれたし、すげえそういうのって大事だと思ってるし、多分ルナにしかないことだと思うから、まあルナ留学行って多分すごいいじめられると思うけど、そういう時も絶対大丈夫。いじめられても大丈夫。多分いじめられるけど絶対大丈夫。頑張って、なんか自信なくなったらどんどん言って
頑張ってね、ゆうかくん。次、ミカ、おはよう。まあ、ミカには言いたいことがあって、それはその合理やってくれてありがとうっていうのがすごいある。ミカがいなかったらこのスパイラルなかったし、ミカのおかげで助かった、ありがとう。現役中にいなくてごめん。まあ、ミカはね、こう合理の時とかめっちゃこう怒るとことか、自分の気持ちめっちゃ持ってるとか、俺の考えはこうなんだよみたいなところを結構なんかここでそれ言うみたいな時もあったけど、すごいそれいいと思ってて。でもあれだね、飲み会の時に四字熟語ってお題で焼肉定食って言った時はこいつバケモンだと思ったけど、まあ、パディいるし大丈夫、ゴーリーやってくれてありがとう。次、テランチ、おめでとう。テランチはね、最初来てくれた時スピードスケートやってましたって聞いて、マジかよと思って、あ、もう取られたと思ったら、もうちゃんと取られましたありがとう。 D 取られました。で、まあスピードスケートできるっていうからめっちゃうまいんだろうなと思ったら、めっちゃうまいし、なんかおじいちゃんみたいな感じだし、すごい、そうだね、酒も飲んでくれるし、下の台で唯一こう落ち着いてるっつうか、あんまりこうなんか外部の関係に左右されない感じが、あの台の中でこう唯一ある感じだと思う。すげえなんかあの台にいてよかったなって思うわ。バランサーとして、まあ友のバランサーだけど、すごい寺西もある意味バランサーだったと思ってて、すごい台に欠かせない存在だったと思うわ。ありがとう。次、マエタク。じゃあマエタクはまあいろんなことで結果出してくれる男でさ、点も決めてくれるし、守りも結構やってくれるし、いろいろ結果残してくれてありがとう。で、まあでもたまにどうしたみたいな時もあるけどね、なんか集中切れてんのかなみたいな時もあったけど、まあ今日は飲み会なんで、多分飲み会でもちゃんと結果残してください。周りもちゃんと前田くん飲ませるように、今日多分前田くん飲んでないけどめっちゃ飲ませるようにしてください。潰してください、潰してください。はい、次マリア、お疲れ。お疲れマリア。まあマリアはね、最初来た時ももクロかなって思ったけどね、ちょっとハゲてる年上だったっていうねちょっとびっくりしたね。うん、まあ年上だったけど、まあすごい年上なりにマネージャーのこともちゃんと見てくれたし、マリアがマネージャーのこと見てくれて、マネージャーのこと気にかけてくれて、かつ俺らに告げ口とかさ、あとなんて告げ口っていうかな、なんか態度とかでさ、ちゃんとマネージャーはこう思ってんだよっていうの見せてくれたりとかしたから、それなかったらあんま気づけなかったことってあったと思うし、すごいありがたかった。まあマリアな、すげえマリアは飲み会でもねすげえ面白くて、でマネージャーの時もなんだかんだ来てくれてたし、すげえ辛かったと思うけど、そういうタフさは俺あんまり人にないと思うから、次そのタフさで頑張ってください、年上。最後、友の卒業おめでとう。友のはなんか前、友のに佐藤さんのキャプテンめっちゃかっこよかったですって言われたけど、俺は友のキャプテンめっちゃかっこよかったと思ってて、友のキャプテンになってからめっちゃ周り見えるようになったし、ここは叱るべきとか、ここはまあ笑うべきとか、すごいそういうのもどんどん分かっていったと思ってて、でめきめきしから、なんか友のキャプテンになってからめっちゃ上手くなってたし、俺それあんまり多分キャプテンの中であんまりいないんじゃないかなって思うほどすごいことだと思ってる。でもちろんキャプテンだったこともそうだけど、キャプテンやりながら自分のプレーが上手くなったことっていうのは多分将来めっちゃ生きてくると思うし、本当に純粋にすごいなって思ってる。でまあ友野も結構、まあ、テランジみたいな感じじゃないけど、すごいチームとしてバランサーな感じだったから、まあ特に俺が上の台の時とかはすごい助けられたなって思ってるわ。友野にキャプテンやってもらって、チームとして俺は良かったと思う。ありがとう。みんな卒業おめでとうございます。以上。三田さんね、三田さん頭臭いからな。